ペンネームアンディさん、50代の男性から届いた相談です。和尚様、はじめまして。53歳、サラリーマン、独身、兄弟なし。父は2年前に他界し、母は現在、老人ホームに入所しています。亡くなった父は教員でした。私のこの人生における悩みは、孤独から脱却できないということです。私は兄弟がなく、小さい頃から母が重度の精神疾患を患い、父親と長年にわたり二人暮らしをしていました。幼稚園や小学校では、遠足の弁当や運動会のゼッケンなど、よく友達のお母さんに頼んだ記憶があります。家に帰ると、誰もいなくて薄暗く、怖くてすぐに外に遊びに行ったものです。したがって勉強はできませんでした。でもなぜか性格は明るく、活発で、今よく言われている引きこもりとは真逆の子供でした。ぐれても不思議ではない状況の中で部活動も行い、人を笑わせたり、楽しませたりすることが当時から大好きでした。勉強はできませんでしたが、高校時代は寮生活で、大学受験は頑張り、時間はかかりましたが、東京六大学に入学、卒業できました。地元から離れて憧れの東京での生活が始まりましたが、なぜか自分に違和感を感じるようになりました。友達がなかなかできないのです。彼女なんてとんでもないです。せっかくの大学生活でできた友達は実に数人でした。明るく男としてルックスも悪くないのに、とにかく彼女もできなかったです。モテるのに目の前の女性に心を開けない。何か強烈なコンプレックスに邪魔をされているのです。そのくせプライドは高く意地っ張りなので、見た目のいい女性に憧れました。自分に好意を持ってくれる女性にはあまり興味が持てず、逆に憧れる女性を口説くスキルや度量はなく、結局そのまま今日に至ってしまいました。女性とうまく付き合えず、抑えきれないその性欲は風俗へと向かい、孤独感は次第にギャンブルへと向かっていきました。30代半ば過ぎて何百万という借金を背負い、それでも風俗遊びはしていました。完全な依存症である種の病気でした。一種の発達障害かもしれないと、借金で首が回らなくなり、とうとう父に借金の肩代わりをさせてしまいました。40の半ばで長年の東京での生活から、転勤で地元に戻ってきました。両親とのぎこちない生活が始まりましたが、結婚を迫る両親から、いい大学を出ているのになんで結婚できないの?と言われると、内心、お前らみたいな親だから子供がろくな大人になれないんだと何百回叫んだことか。結婚し幸せになりたいと人一倍思っていながら、それもできず、それどころかこの人生でまともに付き合った女性もいない。なんて情けない人生か。そうこうしているうちに父が脳梗塞で倒れました。それ以降ギャンブルは全くしなくなりました。退院後3年間老人ホームで過ごしましたが、右半身麻痺、言語障害、認知症を発症し、最後は脳出血で他界しました。母はもともと病弱でしたが、持病の肺気腫の悪化とやはり認知症を発症し、私は介護離職も覚悟しました。なんとかいい老人ホームに入所でき、症状も嘘のように回復しています。母の老人ホームに面会に行くたびに、その帰り道、私は涙しています。いつまで生きてくれるのか、なんて親不孝な息子か、と。ここ数年はストレスをためないように、またギャンブルに手を染めないように、ジム通いもしています。そのジムで、まだモテるでしょ?奥さん綺麗なんでしょ?ってよく言われます。返事はしませんが、独身で付き合った女性もいません、なんて口が裂けても言えません。でもこんなセリフを人生言われ続けると、自分に対する劣等感とかコンプレックスが、年を取るごとに増すばかりです。他人から浴びせられる高評価と、実はその評価とは真逆な人生。理想と現実、嘘と真実、偽の自分と本当の自分、この孤独感から脱却できず、孤独死していくのか、いい加減に装った自分に別れを告げ、
本当の自分の人生を歩きたいです。理屈では分かっていながら何もできない自分に嫌気がさします。問題といっても問題しかない人生ですが、和尚様から何か処方箋をいただけたら糸口にしていきたいです。よろしくお願いします。本当の自分と偽りの自分。この本当の自分のことを仏教では本来の自己と呼んでいます。では、本来の自己とは何か？その答えは、本来の自己も偽りの自己もないということですね。私たち、いつもどこかで本当に自分がしたいこととか、本当の自分とか、本当の自分の気持ちというような表現をして、今の自分を、いや、違うんだと、もっと違う自分がいるんだと思いたい。だけれども、結局どこかで、その、今の自分を、それがうまくいっていないと、何か、どこかに本当はそうじゃないんだ。いうようなものを求めたくなる。いや、だったら早くその本当の自分をここへ連れてくればいいって言うんですけど、それができない。ということは、本来の自分なんてないんですね。だけども、本来の自分ということを言い訳にしながら、そして偽りの自分というものに、自分で汚名を着せながら、実は本当の自分って、それがないから困る。さて、本来の自己というのは何か。この、今現状うまくいってない自分を偽りの自分とし、そして何かもっと本当の自分がいるんだという幻想を抱いている。まさに、この、滑稽な茶番劇を一人で演じている。それが見据えるべき本来の自己である。まずそこに気がつかなければならない。私たち、生まれて、まあ今の年になるまで、アンディさん53歳、私も今年50になりました。なので、まあ同世代といえば同世代ですね。この年になるまで、私は、私の何かオリジナルのものというのは、実は何一つないわけですね。私が話している言葉も、もう、生まれて気がついたら、身の回りの人たちが日本語を喋っていた。過去の人たちがずっと話してきた、この日本語を、それを私も知らず知らずのうちに吸収し、あるいは自分でも勉強して吸収して、今こうして日本語を話している。私が好きな食べ物とか、私が好きな服とか、これは何も私らしさもうんぬんもなくって、まあ、自分がこれまで生きてきた人生の中で巡り合った、食べてきた様々な食べ物とか、着てきた様々な服とか、見たもの、聞いたもの、周囲の人たちが着てるもの、食べてるもの、テレビやネットニュースなんかで見かけたこと、もの、情報、あるいはみんながかっこいいと言っている流行りの車、そういった影響を常に常に受けて、ああ自分はこれが好き、ああ自分はこれがなんか自分らしさ、そう思ってる。だけども実はこれはもうすでに周りの人たちが作ってきたもの、そして周りの人たちが好んでいるもの、あるいは自分の憧れの人が好んでいるもの、そういったものが気がつくと自分の好みになったり、ああ何か自分の好きなものとかいうふうになったりってしていくわけですね。まあそれぞれ人によってそういう中でもさらにこう思考性というのは分かれていくので、私は
同じパフェでもチョコレートパフェが好きとかいちごパフェが好きとかね、マロンパフェが好きとかいろいろあろうと思いますけど、でもそんな違いっていうのは、まあ自分の個性といえば個性、自分らしさといえば自分らしさなんでしょうけど、なんかそこに本来とか偽りとかそんなに大きな区別があるわけじゃないっていうことですね。本来の自己と偽りの自己。そう。私も実はずっとそういうのに苦しんでた時期があります。でも気がついたら本来の自己なんかないんですよ。まさにこの何もないくせに今うまくいってないこの現状を自分でやはりこうそのまま認めたくない。だから本当はこういう自分がいるんだっていうことを思いたい。あ、いるんだったらさっさと連れてきてその事故でやればいいんですけど、だけどそれを残念ながらそれがいないので、いつまで経っても本当の自分はこうでないんだよな、本当の自分はこうでないんだよなって言ってる。だったらさっさと本当の自分連れてきて本当の自分をやればいいんですよ。でもそれができないでしょ。ということはそういうことなんです。本当の自分と真実の自分と偽りの自分。アンディさんの問題はモテるのに付き合えないではないんです。実はモテないんです。モテるのに付き合えないんではなくてモテないんです。いろんな人たちにかっこいいねとか、ああ何だねって言われる。でもそれはモテるということなんでしょうかね。ああ可愛いね、綺麗だね、かっこいいね、何をもってそう言うのかわかりませんが、でも本当に魅力的な人っていうのは放っておかれないんですよね。でもそれがどこかでかっこいいねと言われるけれども、それ以上の関係に発展しないっていうのは何かやっぱり問題があるっていうことなんです。さてアンディさんの問題は何かというと、この偽りの自分と本当の自分がいると思っていること、これは大問題なんです。なぜかというと、自分で今の現状というものを認められてないということなんですね。人間の頭というのは少し先の未来を考えています。それが人間の頭の考える性質です。でも私たちの肉体というのは今ここの現在を生きています。これが私たちのフィジカルのありようです。私たちは少し先の未来を考えてこうなったらいいなって思う。でも私たちの体は今ここ、この瞬間にいる。この脳と体の正しい使い方は何かというと、少し先のこの未来、そこに向かってこの体を運転していくということなんですね。アンディさんがもし車の運転をなさる、まあ車の運転しなくても今スマートフォンとかでナビゲーションというのがありますよね。だったらわかると思うんですけど、私たちどこか先に行きたいとなると、その自分が頭の中でここに行きたいなと思って設定する未来というのは先にあります。未来にあります。でも、そこへ行くためには、今度ナビゲーションに、ただ自分の行きたいところ、そこを入力するだけではダメなんですね。私たちどこかに行きたいなと思ったら、その自分の行きたいところの場所の名前とかを入力しますよね、ナビゲーションに。でも、それだけでは、私たちが行きたいところに連れてってくれないんですよ。ナビゲーションは。なぜかというと、私たちがもしナビゲーションでどこかに行きたいと思って、そこの場所を設定しても、現時点で今、私がどこにいるかっていうことがわからないと。この地点から、その行きたいところに対してのルートっていうのが見えてこないんですね。でもこの現時点で今自分がいるところ、
この現在地がわからないと、未来にどんなに思いを持っても、これはあなたはどこにいるんですかっていうことになってしまう。だからナビは案内してくれないんですよ。今自分がどこにいるか、あるいはどこからどこに行くのかってことがちゃんとわからないと、行きたいところばっかり思い描いていてもそこには行けないんですね。さてアンディさんは今何かね、孤独だと、寂しいと、でどうやらこれ女性にモテないだけでなくて男性にもモテない、本当に魅力的な人というのは異性だけじゃなくて同性にもモテます。だけれども今友達とも、まあよく私が言うところの善友がどうもいない、これが一番おそらくアンディさんにとってね、今苦しいところだろうと思います。さてその原因は何かというと、現自分の今現時点にアンディさんがどこにいるのか、そのありのままの現在地、その現在地別に飾ることでもないでしょ、本当の現在地はとか、これは偽りの現在地ですっておかしいですよね。今の自分の現在地っていうのをちゃんと認めなきゃいけないんですね。で、これはどこにいるかっていうことをきちんと自分で明らかにしなければならない。そうしないとその先っていうのはたどり着けないんですよ、目標設定しても。さてじゃあ現時点でのアンディさんのいる現在地は何かというと、格好つけてプライドが高く、周りの人になんかいろいろね、かっこいいねと言われるけども、実際は女性とも付き合ったことがない、つまりまあモテない、なんかルックスがいいみたいなこと言われてチヤホヤされるけれども、実際は本当に深く人と付き合ったことがないという男であるということですね。さてそれが素直に認めたならば何が起きるかってことです。次に、さて処方箋です。これは非常に簡単なことです。アンリさん、もっとね、カッコつけないで素直になればいいっていうことです。今ジムに行って、そしてギャンブルに手を染めないようにジム通いをして、でもそれでギャンブルを抑えられてるわけですよね。偉いなと思います。まだまだアンディさんこう復活の力があるなと思います。もうほんとね、ギャンブルにせよ風俗にせよ、これ病的にもうハマり出すと抜けられないんですね。稼いだお金全部つぎ込んでしまう、そういう人いっぱいいますよ。でも、まあ、お父さんに借金の肩代わりをしてもらったり、じゃあこれじゃいかんと思って自分でまあなんかね、自分を律しようとしてジムに行ったり、何かしらそんなことをして自分を律しようとしているけれども、アンリさん、そのここまでいろいろあーって自分はって思っているのに、まだジムでいやー綺麗な奥さんいるんでしょうねとか、なんかねモテるんでしょうとかいろいろ言われる、その時に何も言いませんが、言えばいいじゃないですか。いやこれが全然モテないんですよって、いやそれがね本当になかなか、そんなあのね、私こうモテたり綺麗な奥さんとか、まあ結婚もしてないし、そもそも付き合ってる人もいないんですよと言えばいいんですよ。なんで言わないのかなって思います。それ言ったらじゃあどうなるんだっていう、それが自分の現状を自分で認めるということです。現時点で自分は別に彼女もいないし、付き合ったこともないし、53歳でこれまでまともに付き合ったこともない、それが恥ずかしいですか。それが現実です。そしたら、いや実は私こんなんでなかなかね、あのお付き合いをまともにしたことがないんですよってなかなか言えない。でもそれを言ってみてください。それを認めて
人の前にさらけ出してみてください。人々はどう思うか。50歳になるまで全然付き合ったことないのって。何かしらこの人は問題があるなとかね。何かしらこの人おかしいところがあるんじゃないかと。そう勘ぐる人もいると思います。でも、そう周りに感じさせないということもできるんです。それは何かというと、例えばアンディさんお仕事をしている、今は仕事しておられるのかどうか分かりません、きっとしておられるんじゃないでしょうかね。お父様もう亡くなった、お母さんと二人で今暮らしているにせよですね、何かしらお仕事をするということはできるし、やっておられるんだと思います。お勤めもなさってるんだと思います。そしてその勤めだってね、ずっとこれまでだって働いてきたわけですよね。そう、ちゃんと会社で仕事の上では必要とされる人なんです。そしてそれなりに仕事もきちんとやってこられているので、会社でもそのままずっと続けて勤めておられるわけですよ。53歳という年齢だけれども、人間関係においてそんなに恵まれたという関係を作ることはこれまでできなかったけれども、でも何かね、自分で仕事を、会社であったり仕事をしたり、自分で自分のことを、まあある意味でこう母としての機能をなかなか果たしてくれなかったお母さん、小さい時ね、そのお母さんの機能はないまま育った、それでもちゃんと自分で暮らしておられた、自分で自分のことの面倒を見れる、基本的にね、それから自分で仕事もちゃんとできる、それなりに稼ぎも得られる、そのような人なんだということがきちんと分かれば、ああこの人には本当にこれまでそういった深いご縁がなかったんだなと、だけどいい人だな、それが分かれば、必ずそれは男性でも女性でもアンディさんのことを、ね、53歳になってまだ付き合ったことがないの、うん、だけどいい人だよね、そう、53歳になるまで誰とも付き合ったことがないという、まあある種の何かね、不信感というか、ひょっとしてこの人何かあるんじゃないかって、それを覆すだけのアンディさんの人間としての良さ、人間としてのチャーミングさ。ねえ、だって、小さい時から明るくて人を笑わせることが好きで、そんなキャラだったわけですよね。まあ、お母さんは重度の精神疾患で、そんな家庭環境で育ったけれども、でも、ってで。そんな子供の時のような、飾らない、アンリさん。そんな子供の時のような、自分の興味のあることに向かっていくアンディさん、そういうアンディさんが現時点でまたそんなアンディさんを普通に生きていれば、必ずやそこに様々なご縁というのは出てくると思います。いや、実はね、このアンディさんみたいな人というのは意外に多い、女性も男性も。なんかとっても素敵な人だなと思うんだけども、やっぱりいろんなこれまでの経緯の中でね、そうやってこうちゃんとお付き合いができなかった、様々な事情で、だけど本当に素敵だなと思う人、そういう女性ってね、結構おられるんですよ。男性も同じです。とってもいい人だなって、基本いいやつだなって、だけどなんかどっかですごく不器用とかね。でも、これが二十歳でない、ね、もう30でもない、40、50ぐらいになって、そんな感じの方々っていうのは結構おられるんです。で、その私も今、全国を歩いてですね、体育道場っていうのを開催したりとか、まあ、来年度からはテンプルステイっていうのを開催したりするんですけども、本当にね、こんな素敵な方がおられて、でもなかなかこう、男女の関係とかでうまく付き合いができない、ある程度こう深いところまでね、お付き合いをするってことがなかなかできない。
表面でみんなどっかでビビってパッと逃げちゃうんですよね。やっぱ人間関係っていうのも一つ練習なんですよ。何かスポーツや料理を練習するように上手になっていくように、人間関係も失敗することもある、うまくいかないこともある。でもそうやって人間と人間の関係をこうどうやってつないでいったらいいのかっていうことは、やっぱりある程度深く付き合ってみて、時に喧嘩もするし、うまくいかないこともある。でもそういう経験を経て、やっぱり人間と人間のこの微妙なね、機微というものを学んでいくっていう、そういう経験がないと人間関係って深められないんですよ。まあ、アンディさんにとって兄弟もおられない、なかなか人とこうやってお付き合いを深くしたこともないっていう方にとったらですね、ひょっとしたらそういう部分が欠けているというところが、それによって自分で格好つけて、何かこう、ね、みんなからかっこいいねとか、なんかモテるんでしょうとか言われれば言われるほどね、まあその、自分の中で怖くなってしまうということも、ひょっとしたら、この、深い人間関係に、女性とですね、なれないというところに繋がっているのかもしれないな、と思うんです。さて、処方箋としてですね、アンディさん、ぜひね、ぜひ、女性と付き合うっていうことを、まあ確かにそこはどこかでね、何か年齢も年齢だし結婚もしたいなとも思うし、今そんなことを一番もう最後のチャンスとして思う、焦る気持ちがあると思うんですが、でもぜひね、ぜひ人間としての基本、人としてのそのありようって言いますかね、社会人として、それからまあ会社にお勤めしている人として、そして人として普通にちゃんとしてる、そのことはもう自分の努力ですから、この部分をきちんとしておく。で、その上でね、かっこつけずに、なんか話しかけられて、その、モテるんでしょうとか、何でしょう、そんな話になったんだ。いや、それが全然って。ね、残念ながらって。で、そういうふうに自分をさらけ出してみてください。そうするとね、意外とね、え、ね、そうなのと。そう、声かけてくれた人が別にアンディさんを、こう、ね、変に、貶めようと思ってそんな声をかけてるわけじゃないんですよ。声かけてくださった方が、え、モテるんでしょ？って、いやいや、そんなモテませんって。全然、まあ実は本当に別に彼女もいないし結婚もしてないんですよって。その辺に関しては本当になかなかうまくできませんで、みたいな。そうするとね、え？って。いい人いるよって紹介してくださる方があるかもしれない。私の周りでもね、申し訳ない。これ私のお弟子さんなので言うんですけど、全然かっこよくないの。全然モテない。だけど、すっごい素敵な、奥さんと結婚して生活してる人っていうのもいたりします。結構、そんな言い方したらあれですけど、多いんじゃないかな。この人大丈夫かな、本当に。仕事もそれなりに一生懸命やってたりして、奥さんも本当にね、そういう結婚とか、そんなこともできるのかな、そういうタイミングがあるのかなと思って、まあ私も余計なこと言っちゃいけないと思いながらいたら、ちゃんと奥さん見つけてきてっていう人もいるし、あるいは誰かからの紹介でって言って、まさかって思うような、まさかって失礼ない、あれですけど、お弟子さんだから言うんですけど、っていう人が、っていう人と、ちゃんと結婚して、ね、お子さんもできてみたいな人もいます。でも、彼らに共通するところは何かっていうと、やっぱりどっかでそういう格好つけないんですよね。モテないでしょ？ああ、モテませんって言うんですよ。ああ、モテませんって。本当に女性と全く付き合ったこともありません。さらっと言うんですよ。その年になってって。うん、だけど、その素直さが、でもいい人だよねって。それは見てりゃわかるんですよ。一緒に仕事したらわかるんですよ。一緒にずっとしばらくね、ある一定期間過ごしてみたらわかりますよ。その人間の良さっていうのはね。まあ、もちろん足りないとこもいっぱいあるし、ね、顔の造形は、まあ今の流行りのものでは全くありませんけれども、いつの時代にも流行らないだろうなっていう、そういう顔の造作をしておられる人もおられますけれども。だけど、ちゃんとお付き合いをしてるという人に共通するのは、やっぱりこう、ありのままの自分っていうのをよく知ってるんですよね。かっこつけないんですよ、そこに。本来の自分は、みたいなこと言わないんですよ。大概そういうこと言う人嘘くさいね。だってないもん、そんなの。ね、あったらさっさと連れてきて、そういう自分を生きればいいのに。
そんなのないくせに、真実の自分とは、とかね、本当の自分はそうじゃないんですとか言うんですよ。それがカッコつけ。もっと素直に私モテませんって言ったらいいんです。そしたら、世話好きなおばさんとかね、なんか友達とかが紹介してくれたりするんですよ。アンディさんだってジムに行ってモテるんでしょとか、綺麗な奥さんいるんでしょ、話しかけられる人なんですよ。だからそれなりに魅力的な人なんだろうと思います。でも、どっかでいろんなものを自分で拒絶してしまってる。自分で自分にバリア作っちゃってるんですよ。それがモテないんですよ。ジムなんか行ってね、話しかけてくれるような人は結構世話焼きの人ですよ。って、いい人いるんだけど会ってみないって、そういうことが始まっていくかもしれない。私はチャンスを見つめす自分で逃してるのと同じなんです。ね、ということで、アンディさん、処方箋です。ぜひね、本来の自分は、みたいな。ね、真実の自分と偽りの自分とか。なんかこう、哲学書みたいなこと書かないでくださいよ。理想と現実と、嘘と真実。真実生きてたらいいじゃないですか。理想と現実。ね。偽りの自分と本当の自分。そんなものないって。自分で勝手にそう思ってるだけですよ。偽りの自分も、本当の自分もないの。今の現状がアンディさんなんですよ。で、この現状を正しく分析したならば何かというと、ね。モテない自分って。この不器用な自分。それが明らかになったら、不器用なら不器用なりに、その目標としているところに対して歩む道があるわけですよ。それが素直さです。もっと自分をさらけ出してみてください。ええ。そんなアンディさんのような人、実は珍しくないんです。なのでね、まあ実は私もそんなことを今、いろんな方々にお会いして、いやーって。まあ、私もいつかね、近い将来、そういった、男性、女性、なかなかご縁がないっていう方々、そういう方々を、まあ、仏縁を通して、こう結びつけていくっていうような、そんな、イベントとか、もやってみたいなと思っています。ね。アンディさんのような方々、男性も女性もおられます。そういう方々をぜひこう結びつけていくというようなね、そんな機会、設けてみたいなと思ってます。まあこれをご覧になっておられる方でですね、何か興味がある方があればぜひコメントをください。ね、そういう声が多ければ、ぜひそういう男女を結びつけていくというようなことも、私もね、お寺でも考えていきたいなと思ってます。ただし、ぜひそういう方々にはですね、男の合宿、女の合宿、人としていうご修行もしていただき、そんな男女がぜひこう結びついていくって、そんなことも計画してみたいなと思ってます。まあ、興味がある方はぜひコメントください。そしてアンディさん、もしこれをご覧になっていたら、ぜひね、なんか大きい問題ではない気がします。アンディさんがもっともっと自分の変なプライドを捨ててですね、自分がモテないとか、いや、モテるって言われるんですけど、実は全然モテないんですよっていうようなことをもっとオープンにさらけ出していく。そんな自然なありようをしていくと、そこにですね、ご縁というのが、だんだんまた広がっていきます。この年になってね、なんか、いろいろ女の子と付き合って遊んでやろうなんてあんまり思いませんでしょ。で、そういうこともちゃんと伝わっていくんですよ。ぜひ、アンディさん、本来の自己というのは、モテない自分をちゃんと認めるってことです。なんかモテるような雰囲気を醸し出してるけど、実際はモテないっていう自分をさらけ出していく。それが、本当の今のアンディさんの現在地を自分で正しく把握し、それをまた皆さんにね、私ここで迷ってますっていうことをオープンにするって。これも大事なことです。そうするとね、誰かが迷子を見つけてこう連れてってくれるっていうか、こうやってこっちだよって、そんな世話焼きの人
に巡り合ったりするものです。ということで、アンディさん、本当の自分と偽りの自分、そんなことで戦わないでください。自分の中でね。本当の自分なんてないんですから。応援しています。頑張ってください。